フリーアナウンサーの徳光和夫さんが1日、パーソナリティを務める日本放送、徳光和夫とくもり。火曜サタデー土曜午前5時に生出演した。番組では、エンゼルスの大谷翔平投手が29日、日本時間30日に、3番 DH で本拠でのホワイトソックス戦に出場し、29号2ランを放ったことを報じた。6月14本目で、球団ではプホルスラー、 日本人メジャー選手では松井秀喜と自身が持つ月間最多記録を更新した。打点を66とし、本塁打打点のメジャー2冠に返り咲いた。徳光さんは9月に14本を、すごいねと絶賛。一方で、日本の野球で大谷選手がいたら、これだけの成績を残せるだろうかと疑問を呈した。続けて、米国の投手はあまりにも大谷研究を怠っていると僕は思いますとし、 日本の投手だったたら絶対ににこんなな打たれてないです日本の研究するサポーター、スコアラーはしっかりしているんですとコメントした。さらに、何度も言いますけど、米国は世界2位の国ですから。日本が世界1位の野球国ですから、と WBC で日本が米国を破り優勝した実績を引き合いに力説していた。